食った一発、よし食ったね、おつい、おいサイズだ、やった。11月はい半袖でした汗だくです。意味わかりません。温暖化進んでおります。秋終盤、まあ落ち合いがそろそろかなっていうタイミングで、和歌山のね清流シーバスを求めてやってきました。ビッグベッドシーバス頑張ります。さあ手前の流れにはいるかな。釣れそうなんだけどね、いないかね。こっちはないな。一回、一回だけ、かなり浅いところから。ダメだね、このライン、これだけラインをね、ここも細くってダメだといないと思います。これ、渡れるかな。いけるね、いけそうだね。よし、上陸いきます。ダンプツー、うわ食った一発、よし食ったね、おつい、うわ流れ、よっしゃ、リップルで一撃、こっちのシャローへ、おいサイズだ、流れが強いから引く、うるこっち来い、食いよ食いよ、よいしょ、あらったよっしゃ、やった、気持ちいいね、ブレーク流し込んでね、やっぱり待ってたんですね、一発。ふぅ、リップル、このソルトカスタム、これね、オリジナルとは違いますよ、ウエイトセッティングが違うので、シーバス用のチューニングしたこのリップルクローでビッグメンのシーバスが出てくれました。はい、無事ね、川に帰っていってくれました。たまらんすね。もう、まあね、絵で見てもらえば分かると思うんです、こう5P 以下真っ昼間です。でこのね、澄んだ水、清流でピカピカのシーバスで、キットルアーがね、リップルクローですよ、それも表層、水面直下をね、こう目で追いながら
ギラッドン、こったでね、流れによってね、もう強いファイトがあってね、でネアラジアップのね、綺麗な、まあちょっとね、まあ餌あんまり食べられてないのか、ちょっとね細身でしたけど、綺麗なね、ピッカピカのシーバスでしたね。これぞ清流シーバス、ビッグウェイドシーバスのね、うん、醍醐味を一つをね、こう、うまくお見せできたのかなというふうに思います。ついてきた、ハイトトラップ出ました。よし、よっしゃ、うわ、いいサイズだ。